校春休み明けたね。うん、そうやな、また学校始まってまうな。そうだね。ねえ、春休みさ、いっぱい遊んだよね。しかもさ、一緒に宿題もやったし。あ、そうだ、見てこれ、今日タコくんからもらった瓶つけてきたんだ。本当にありがとう、めちゃめちゃ嬉しかった。ほんまや、つけてくれとる、俺も嬉しいわ。宿題に関してはゆめちゃんがわからんって言ってきたからやろ。それに宿題をギリギリまで置いとく方がおかしいからな。わかってるって。いや、本当にタコくんにはすごく感謝してるんだからね。よろしい。あ、そうだ、今日クラス替え発表じゃない？また一緒のクラスなれるかな。そうやな、またゆめちゃんと一緒のクラスなれたらやな。いや、でも私クラス替え嫌いだな。いや、わがまま言うなよ、4クラスしかないんやから別れる方がおかしいやろ。いや、でも嫌だな。あ、そろそろクラス替えの時間ちゃう？あ、同じクラスになってますように。ねえ、一緒に見よう、一緒に見よう。せーの。 B 組やん。え、私 A 組。いや、ちょっと向かんとってよ。私、佐藤くんと同じクラスじゃないと無理。もうつまんない。そんなことないって。休み時間とかもさ、ほら、会えるやん。一緒に授業受けたかったし。それは俺もそうやけどさ、仕方ないやん。うん、嘘？え、マジで？え、あれ見た？めっちゃ面白かったよ。休み時間に会う時間を作ると言っていたタコくんだったが、教室移動なのでなかなか時間が作れず、次第に話す時間もなくなっていった。え、あのさ、今度ご飯さ、どこ行く？あ、タコくんだ。どこ行った？ハンバーガーとか行った？え、行ってない。え、もしかして同じクラス？原宿のさ、うん、ハンバーガー屋さんがいいんやって。え、行ってみたい。タコくん、ん？次の教室って科学室だっけ？うん、そうやで。あ、ねえ、一緒に行こう。あ、ええで。うわっ、あっ、あ、大丈夫？あ、ごめん、大丈夫、ありがとう。何よ、距離近いし、あんなラブラブしちゃって。タコくんもまんざらでもなさそう。何よ、なんでなのよ。タコくんの隣歩くのは私なのに。あれ、あ、ゆめちゃん。ゆめちゃん、友達？あ、そうそう、ゆめちゃんは幼馴染。うん、そうなんだ。え、誰この子？ああ、同じクラスのエニアリちゃん。え、同じクラス？最近私の男来てくれなくなったと思ったら、この子のせい？え、ゆめちゃん急に何言うてんの？私は友達作らないでずっと待ってたのに。ゆめちゃん、私この子なんかにタコくん渡さないから。え、いや、ちょっと、お、大丈夫？何あの子。ゆめちゃん、よいしょ。どこだろう。あ、これだ。あったあったあった。うわっ、いたたたた。え、エニアちゃん、足痛そうやけど大丈夫？うん、大丈夫。昨日なんか図書室で本探してたらさ、なんかつまずいちゃって足すりむいちゃったんだよね。それ気をつけなあかんで、ね、そんな。まあ、大事なところあるから。え、みやちゃん、その上で大丈夫？どうしたの？うん、大丈夫。まあ、
なんかさ、昨日さ、うん、放課後帰り道に、なんか、うん、花瓶が上から落ちてきたんだよね。で、腕に当たっちゃった。花瓶が上からなんで？わかんない、多分誰かが落としちゃったんじゃない。まあ上見たけど誰もいなかったし、もしかしたらね。いや、それやったら普通謝りに来るやろ。まあ、まあでも大丈夫だから気にしないで。かしらいけど、私この子なんかにタコくん渡さないから。え、いやちょっと、おっ、まさかな。あれ、今日エニャリちゃん休みかな。があります。エニャリなんだけど、昨日階段で落ちて救急車に運ばれました。え、どういうことですか。エニャリちゃん大丈夫なんですか。それが打ち所が悪くて意識不明の重体だそうよ。嘘だ。エニャリの病態に何かあったらすぐに伝えるから、一旦授業を始めましょう。みんなも十分気をつけるように。どうしてこんなに立て続けに。そうか、そういうことか。ゆめちゃん、ちょ、話があるから来て。あ、タコくん来てくれたの。いいから早く来い。何？え、どうしたのタコくん、そんな急いで。え、まさか告白？単刀直入に聞くけど、ゆめちゃんなんやろ。え、なの？とぼけんな。毎日のようにエニャリちゃんに嫌がらせして怪我までさして、お前自分が何したか分かってんのか。え、エニャリちゃん怪我しちゃったの？やから、とぼけんなっつってるやろ。俺、トイレでエニャリちゃんが頭切ったって聞いてトイレ行ったら、俺が春休みにあげたお土産のピン止めが落ちとったんよ。え、これゆめちゃんのよな。なんでこんなことしてん。私以外に友達作って。え、図書館で足怪我させたのも。花瓶で腕怪我させたのも。トイレでバケツ投げたのも。階段から突き落としたのも。お前何言ってんねん。そんなんちゃうかったやん。何があったん。
でこんなことしてまうようになってもたんよ。え、何言ってんの。タコくんが悪いんだよ。タコくんが誰かの隣を歩くなんてありえない。タコくんの隣を歩いていいのはわたしだけ。